ていいぞ。ううん、大丈夫、快適だよ。疲れたら言ってくれ。見てよあれ、飛行機士、また来やがったか。一旦止めよう。ノクト、大丈夫だ、心配するな。行くつもりか、ノクト。ジャレットの仇を取りたい。タルコットのためにもね。イリス、お前はここで待ってろ。うん。ノクト、少し敵の情報を整理したい。一度あの騎士の近くで作戦を練ろう。あ、おお、よく来た。
ほんとちょうどいいとこ。はい、次の課題だよ。ちゃんと提出よろしく。とことん占領する気ってこと？そこまでの軍勢には見えねえな。補給地点にするつもりだろう。叩いて損はない。だ！よっ！前に来た奴と同じ？外観は同じだが。潰してんだ。前より警戒してんだろうよ。望むところだ。で、よっ。リリス、大丈夫かな？心配ではあるが。平気だろ。あいつは根性ある。イリスってガンガン戦えるわけじゃないよね。そりゃな。ま、早く終わらせて戻ろうぜ。ありがとな。ありがとう、チョコボー。
雨か。よろしく。最初とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。先に行くぞ。チョコボじゃあ暴れるぞ。いいな、付き合うぞ。俺も終わりか。そうだ。さて強ー。まあな、受けてみろ。気をつけろよ。
さてどうする。これで決めよう。終わりか。すごいね、やっぱ。危ねえだろ。ああ、ごめん。ノクト、うまいことやるじゃねえか。行こうぜ。ああ。頼むな。よっ。よっ。よっ。地震なくなったな。あ、本当だ。そういえば、よっ、だ、ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない？ああ。はあ、すっげえ。ありがとな。ありがとう、チョコボー。片付けてやる。どうしよう。しつこいやつは嫌われるぜ。ああ、んどい。油断禁物ってね。どうだ。さーて、で、次の作戦は？帝国軍の巡哨を捕らえよう。魔導兵だけではキリがない。情報を得るためにも人間を相手にすべきだ。今回は二手に分かれる。プロンプトとグラディオは敵の陽動を頼む。了解。そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか？帝国兵捕獲作戦開始。
まったく、これだから傭兵上がりは連絡はまだつかないと困りましたね。人のせいで皇帝の評価が下がるのは。奴を捕らえよう。尾行するぞ。捕らえ方は俺が指示する。奴に気づかれるな。大将もどういうつもりなんだか。アラネア巡将に私を監視でもさせてるのか。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。最小もどういうつもりなんだか。アラネア巡将に私を監視で。おい、何者だ。無駄な戦闘は控えろ。逃げるのが最優先だ。最小もどういうつもりなんだか。アラネア巡将に私を監視でもさせてるのか。先々で私と彼女を引き合わせてね。彼に言わせれば人間的に信頼できると。まあ同兵なんぞを推進しておいてよく。
レスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが、あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリンが王子を見つけ出さねばね。アラネア巡将に連絡を取りましょうか。君たちはここで待機。もし巡将が来たら奥へ通して。今だノクト、背後から近づいて奴を捕らえろ。言っておくが、殺すなよ。分かってる。よくやった。この調子で行こう。作戦開始の合図だ。ノクト、二人と合流しろ。俺はカリブを移送する。よし、派手にやるか。次。
ちだ。そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメルダ省の人間に引き渡したんだが逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。厳しい状況だ。やべえかもな。
じゃないか。もう終業。悪いけど帰るから。この後やったって一ギルにもなんないし。次また遊びましょう。可愛い王子様。何だったんだあいつ。イリス無事かな。あそこなら大丈夫だろう。さっさと合流しようぜ。おかえり。やっつけたんだよね。まあな。心配はいらねえよ。後でみんなの部屋寄ってもいいかな。私の写真だね。いい感じでしょ。うん、これは将来はプロカメラマンになれるかもね。さすがにそこまでは無理だよ。え、本当に？
よく来たな。ここがクローズネストの本店だよ。せっかく来たんだ、ゆっくりしていってくれ。彼らとなら退屈することもないだろう。気をつけて。よろしく。ありがとな。また頼むぞ。頼むな。
一回王都に戻ってみない？取られたもん取り返してからだろ。ほう、いいこと言うじゃねえか。そのため帰ってゲームして。どこに帰んだよ。ホテル軟弱か。
しに行け。じゃああと頼むぞ。了解だ。ねえ、大丈夫？ああ、終わりか。なんとか。エグルス、お、イルス、ぶちか。これならどうだ。うん、大丈夫。やば。おい、大丈夫か。ああ、なんとか。てや、おい、ノクト、上だ。みんな強いね。え、そうかな。うん、すごいよ、かっこよかった。よく言われます。はいはい、世辞だ世辞。よろしく。一息つこう。また頼むぞ。おかえり。ケニーも待ってたよ。ご苦労様。ランクアップおめでとう。さて、ご注文を伺いましょう。ありがとう、また来てくれよ。ああ、頼むな。それ。よし、出るか。了解。よっ。ウリ。だ。ルナフレーナ様に会えた後はどうするんだ。一緒に旅ってわけにはいかねえしな。でっていうか結婚式はやったら。
とりあえず会ってから考える。それ Yeah.